ババナガチャンネルスタートいたします。今回は、桜島がね、今日はね、綺麗にバックとして見えているので、桜島を見ながら私の夫婦がちょっとお話を聞いてもらいたいと思います。で、今回ね、これが球場に届いた感じがね、3日間泣いた心の夜やめろとかね、顔見たくないとかね、だからここに来てるもんね、でね、これはね、俺もね、まあこういう形じゃないけどね、まあ俺も経験あるのよ、あのね、特にね、あのタイトルを争ってる時に、相手のね、選手のね、ファンの人からね、来た。でね、会の場合はね、そういう手紙が来て、まあお前の顔を見たくないとかさ、でもこれはね、裏返せばね、それだけね、いい選手って証拠なのよ。そうなんだよね。そう。でね、俺もね、実際にね、タイトル取るときにね、まずね、黒縁のハガキ。黒縁のハガキでね、裏にはね、お前なんかがタイトル取れるかしねえとかね、あとね、封書でもね、俺のね、野球カードをね、バーっとね、もうね、細かくね、刻んでね、それをね、ちゃんとね、下袋に入れてね、その中の手紙もね、やっぱりね、お前なんかがタイトル取れるかとかね、でね、もっとひどいのはね、カミソリの刃をね、折ってるやつをね、たくさんいっぱい入れてね、まあこう封書を開けるときにね、怪我してもいいみたいなね、なんかそれ古典的なあれだね、昔もね、なんかあったよね、だけどね、まあ一歩裏返せばね、まあそれだけいい選手ってことなんだよね。でね、選手だったらね、もうこういうことってね、起こりうることなのよ。で、こんなことにいくら目くじら立てても仕方がないし、俺はどちらかというとね、もうほとんど頭に残さない、でね、やっぱり俺のまあ俺をね、まあ一野球選手としてね、まあこう認めてるんだなっていうね、一つの証にもなるんだよ。だから、まあ俺はね、現役の時ってのほら、自分をどちらかというとほら演じてきた方だから、まあそういうものにも対してね、こうまあどっちか言ったらもう、あ、別に俺が言われてるわけじゃないからいいやみたいなね、そういうね、ご一人の、持って行き方っていうのがあったからいいんだけど、甲斐の場合はさ、そうじゃないね。でやっぱりこうストレートにね、やっぱり上がってきてね、でほら育成枠から来たから、なおさらね、そういうのってね、ちょっと敏感になるかもしれない、ちょっと傷つきやすいね、ただね、俺はね、甲斐に言いたいのはね、もうこんなのは気にしなくていいの、気にしなくていいの、いい選手の証拠、名前を 俺もね、だから思ったのはね、甲斐はほら、球場に届いた手紙らしいのよ、俺はね、自宅だからね、怖いね、自宅だからね、で自宅ってことは、自宅を一生懸命調べる時間と、で切手を貼って、投函する時間と費用と、そういうのを、やったらね、本当はね、ちょっとうろたえてあげた方がいいんだよね、その出した人からすると、いや、こんな来ちゃったらどうしようみたいなね、だけどね、まあそれをやるのもね、まあ一つあれだけど、まあ、知らん顔するのが一番いいかな。まあでもそんだけの労力をかけてまでもやってきたからね、ただね俺の場合はね、失礼だけどその選手には関係ないんだけど、その選手を見て、その選手の背中越しだから、君ってこういうファンしかいないのっていうようなね、ちょっとね、こう違う面で見るようになった、その選手は、このレベルの人しかいないのみたいな、ね、感じをやっぱり俺は感じたかな。まあ、確かにさ、何とも思われてなければ相手にもされないわけだ、そりゃそうよ。そうなんだよね。で、注目されればされるほど、人気が出れば出るほど、だからほら、よくほら、人気のある芸能人とかいうのはさ、嫌いな部分にも上位に入ってくるじゃん。そうそうそう、それと同じ同じ、だから紙一重でさ、敵も作るし、応援してくれる人も作る。甲斐泣いてたらダメよ。ただ、やっぱ身の危険を感じるようなさ、ことがあると、いや、俺もね、それも実際にね、考えたことはあるけど、そこまでしないよ。あとほら、もう自宅だったらさ、当時家族がとかさ、そんなこと全然考えたことなかった。そこまでね、行くとは思ってないもん。だって今までの過去の世界の事例を見てね、それはね、昔ね、ほら、黒人選手のジャッキー・ロビンソンがね、ロサンゼルス・ドジャーズに入った時はさ、家のとこまで来て石投げられたりとかしたけど、それはとんと特別だった、こう時代の、こう人種の時代のあれだから、背景があるから、でも普通の通常で
そんなこと事件が起こったってあまりないからさ、確かにないからね、そんなにね、日本の野球界でも、日本の野球界でも海外でもあんまりない、うん、ごく稀にあったとしてもね、そんなに頻繁にあることでもないから、それを確率から考えたらこういうのはね、まあ本当にその、言いたい人はね、やっぱり会憎しなのよ、うんうん、もうあの、会の早急でね、やっぱりこうランナーをこう殺して、で自分が応援するチームが点が入らなかったとか、会のあのワンプレーですごくチームがこうなんかこう全然あの苦しんで勝てなかったとかね、そういう思いがまあまあちょっと行き過ぎて、まあこういうことになったんだろうけど、熱狂的な野球ファンってことだね、うん、だけどもうね、こんなのはね、会はねあんまり気にすることない、うんうん、もうね泣くことでもないしね、泣くだけもったいないから、うんうんうん、っていう気がする、うんうん、だからまあ俺も現役の時にもそんなことって、もう本当に野球選手でいい選手になればね必ずね、うんうん、怒ることだからね、もう心配しなくて、逆にね誰それって言われる方が、そういうコメントはね、うん、パッとこういいコメント、ほらやっぱコメントってこう見ると、いいコメントは見ても悪いコメントだとスッとスルスルぐらいか、もう見ないかどっちかだよね、そっか、じゃあちょっとコメントつながりから話していい、うん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 、このチャンネルを見てくださってる方がさ、うんうんうん、ぜひあの夫婦でキャッチボールやってくださいって言った、あ、いやいいと思うね、うんうん、私さそれちょっと面白いと思うと思う、ね、ただね2人でやってるんで、あの撮影したりとか寄ったりとかっていうのが全くできないようなね、もうね感じになるから、まあ、その辺はね対策をしてて、うんうん、いつかできるといいかな、そうあの、ね、できたらね、うん、俺ねあのこうほら普通のファンの人ともね、うん、このセカンドチャンネルの方はね、うん、あのほらキャッチボールしながらね、うん、ちょっと話をしたりとかっていうのもね、そうそう、夫婦もはじめ、うん、いろんな人でやってくださいって来たのね、とりあえずソーシャルディスタンス、距離を離れるからキャッチボールはできるよね、そうだからもうキャッチボールでこうやりながら、うん、手袋はちゃんとあの消毒をしてあの手はあの手袋もはめてキャッチボールをこうやりながらね、うん、まあこうあのなんか言いたいことをこう、うん、投げる間の間になんか何かを言うみたいなね、昔なんかあったりとか、まあ、そうそういう感じでもやってるから、そういう企画もね、なんか、うん、あ一ついいアイディアいただいたなと思って、なんかコメントをくださるのが、うん、もちろん批判的なのもあるけど、うん、プラスになることもいっぱいあるじゃん、あるよ俺だってコメント来たもん、そう、うん、だけどそんなのね、うん、あのあそう、まあ、そりゃそうだろうって思ってるからね、うん、そうそうって思ってるから、そうそう、だからあとほらコメントにさ、まあ、うん、返してないっていうのはさ理由があるじゃない、ああああ、うん、だけど皆さんの一応読んでますから、そう、うん、そう、そうやってね、前回ね、いろんなこうトークした時のやつでね、こういうあのコメントでこんな風な案がいいじゃないですかとかね、うん、ね、だってね、ママファンの人もいるもんね、ありがたい、うん、そうやって言うから、もうあえてね、うん、なんか芸名作るいい、もう今さそういう感じでね、やっぱそういうね、ソフトバンクの海君、もうそういうのは、ね、スルーしちゃって、うん、そういうね、ことを言われるうちがね、怒られるうちが花って一緒で、言われるうちが花、本当にもう言われなくなったらね、俺ね、最後晩年の時にね、なんて言われたかったらね、おい松永、お前の時代はもう終わったぞってね、なんかね、お情けの言葉をかけられた方がね、ちょっと聞いたよ、そうだね、ちょっと聞いた、それを聞きそうだね、うん、お前なんかこの野郎って言ってる時はね、ああそうか、俺が打つから あれなんだと思ってるけど、もうね、その一言をね、なんか同情の言葉を言われた時はね、ちょっとね、やっぱちょっと考え込んだ、そうだね、うん、2文字が動くもね、そう、それはある、そう、そういうのあったね、だからまあそういうことは気にせずに、はい、しっかりね、また、うん、来シーズンもね、しっかりと応援してくださる方いっぱいいるからね、うん、そう、もういっぱいいるから、うん、そっちの方をね、優先してね、頑張ってください、はい、ね、うん、叩かれても叩かれてもここにも強くそう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 、そういうことです、はい、で、ね、今日はちょっとね、夕方だから結構ね、うん、まあでも綺麗な感じで見ると思いますので、うん、はい、噴火もなく、穏やかな、そう、穏やかな、セカンドチャンネルの今回のトークでした、はい、ということで、今回はチャンネル登録お願いします、はい